Hey Tube, and you're watching Abby's channel. みなさんこんにちは、エナセアビーです。今回は、まあ、前回私 RCX76-02 の眼鏡を組み立てたので、今回は多分その後継機になるのかな、 RX77-2 のガンキャノンを組み立ててちょっと並べて比べていきたいと思います。早速中身の方を開けたのでそちらを見ていきましょう。はい、中身はこんな感じでした。前回作ったガンキャノンに比べるとすごいパーツが少なくて、まあ、これだったらもうあっという間に作れるんじゃないかなって思う。はい、できました。では早速並べて比べていきたいと思います。はい、並べるとこんな感じです。はい、まあ背丈は一緒ですね。あとデザインはパッと見は結構似てるんですけど、実はよく見るとちょっとだけ違うんですよ。まあ、何よりもね違うのはこれ、マニピュレーターが5本指になりました。あとは若干スレンダーです。ではね、ちょっと武器の方を見ていきたいと思います。はい、武器の方はまずこちら、オリジンの方はガトリング砲とキャノン砲だったのが、赤い方になるとキャノン砲とキャノン砲、まあ、どっちもキャノン砲になってますね。でこちらどちらも、実体弾を使ってるんですけど、この赤い方はなんと連射機能がついてるんですよ。こちらのライフルは実体弾を使ってるんですけど、この赤い方になるとビームライフルになってて、まあ、性能が上がってますね。ただこちらのライフルはルナ2で回収した後に使用可能となったみたいです。はい、背中はこんな感じです。全然ねバックパックの形が違いますね。でどうやらこっちの方はキャノン砲の冷却システムの都合上でこのような形になってるみたいです。確かにね、ここのダクトとかがそんな感じに見えますね。はい、以上ガンキャノンでした。で私、まあ、最初に警符を追うって言って始めたんですけど、まあ、皆さん察しの通り全く最近警符を追ってないオーボラ吹きなんですけど、やっぱりこういう風に同じ種類を集めていくっていうのは楽しいです。こうやってね、あの進化を見ていくっていうのはやっぱすごく良くて、だからこんな感じでもっとこれからもガンキャノンをどんどん集めて作っていきたいと思います。で今回買ったこちらの2つは、まあ、先にキャスバル専用ガンダムを作ってから塗装の方に行きたいと思います。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。また次回ぜひ見てください。それでは皆さん最後まで見てくれて本当にありがとうございました。 See you next year. Bye. アビーです。働きたくない。登録してね。